こんにちはエポックタイムズの金丸信也です今日のテーマは孤立する中国経済 WTO 加盟以前のレベル2です中国共産党が中国経済の悪化についての発言を全面的に禁じる中中国の著名な経済学者核隆氏は中国経済における三つのゼロの現象が見られると指摘しました三つのゼロとは人の流入ゼロ 航空便ゼロ、資金流入ゼロだと言います閣僚氏は中共が打ち出した国内外の総循環戦略への道は厳しく中国経済は孤立した経済へと追い込まれ内部循環に頼らざるを得なくなると述べています閣僚氏がこのように述べている動画は中国の SNS ウェイボーで拡散されましたが先月22日 大紀元の記者が調べたところ、鶴竜氏のアカウントのコンテンツが完全に削除され。アカウントが凍結されていました。ウェイボー側はその理由について。関連規則に違反したため、当該ユーザーは現在投稿禁止処分としていると説明しています。鶴竜氏は著名なエコノミストであり。中国の有名なグローバル投資研究プラットフォーム。 核流会の創設者です25年の国内外での投資経験を持ちリサーチ部門と投資部門のディレクターを歴任し現在は新選核流会新速会議有限コンスの当事長兼社長を務めています本日はこの話題について皆さんと一緒に見ていきたいと思います本日の構成はこちらです 1. 人の流入ゼロ 二、航空便ゼロ三、資金流入ゼロ以上三つのテーマに沿って進めてまいります今日の動画は中国経済がどのレベルまで落ち込んでいるのかそして今後の傾向はどうなるのかについて皆さんにご判断いただけることを願って作成いたしました中国関連のビジネスをしている人だけでなく多くの人たちに伝えていただきたい内容となっておりますどうぞ最後まで ご覧ください今回の動画は YouTube では途中までしか公開されませんので最後までご覧になりたい方はエポックタイムズジャパンウェブサイトのエポック TV でフルバージョンをご覧ください月額購読料は1100円となっております昨年末核粒子が中国経済において人の流入ゼロ 航空便ゼロ、資金流入ゼロの減少が見られると語った動画が、中国の SNS で拡散されました。この3つのゼロ減少により、中国経済は実際に孤立した経済となり、内部循環に頼らざるを得なくなると指摘しました。核粒子が最初に取り上げているのは、人の流入ゼロです。パンデミック前の2019年第1四半期に、 中国を訪れた外国人観光客の数は370万人でしたしかし2023年第一四半期には5万2千人となり98.6%も激減していますさらに深刻な点は5万2千人の観光客のうち56%が香港から22%がマカオからで4万人以上は香港マカオ地域から来た人々でした 結局、他国から来た外国人はわずか1万人に過ぎません。核里氏は、外国人が中国に来ないことは観光産業の崩壊につながるだけではなく、中国が再び70年代のような外国から孤立した閉鎖的な状態に戻る可能性があるとの見方を示しました。その上、中国当局が人の流入に制限をかけていた70年代とは異なり、 現在は外国人が中国への往来を拒んでいると述べています核里氏は大量の外資が撤退すること以上に恐ろしいのは外国企業が来なくなったことだ彼らはメキシコベトナムインドインドネシアに行ってしまったと述べています核里氏は上海には最も多くの常駐する外国人就業者がいたが 2019年末に中国で発生した新型コロナウイルス以降ゼロコロナ政策が実施された結果多くの外国人が上海を離れたと述べました。上海市民の王英さんは2022年3月から3か月間のロックダウンが始まり頻繁な PCR 検査外出禁止でワクチン接種の強制健康行動の厳格な管理といった措置が人々に恐怖を与え 市民に大きなトラウマを与えただけでなく多くの外国人も怖がって逃げてしまい海外の人が来なくなったと大紀元に語りました youtube でご覧の方はここまでとなりますここから先の章は航空便ゼロ資金流入ゼロと続きますこれからの世界動向を見極める重要な情報について話していますご覧いただくにはエポックタイムズジャパンのウェブサイトで公開している フルバージョンにアクセスしてくださいフルバージョンをご覧いただくには購読会員へのお申し込みが必要です月額1100円です概要欄にリンクを貼っておきますぜひこの機会に購読会員にお申し込みいただきこれからの時代に必要な重要情報を入手し続けてください今までとは違った世界が見えてきます